行くぞ。はい、かっちゃん、いらっしゃい。忙しい中お越しくださってありがとうございます。エンデバー事務所でのインターンの日々の中。ごめん姉ちゃん、やっぱ無理だ。私だって夏みたいな気持ちがないわけじゃないんだ。トドロキ君、トドロキ君はきっと許せるように準備をしてるんじゃないかな。君はとても優しい人だから待ってるように見える。そういう時間なんじゃないかな。ヴィランの身柄確かに預かりました。お疲れ様でした、エンデバー。オールマイトなら30分早く事件を解決していたと。エンデバー。第一印象はまさに武々しく燃え盛る紅蓮の炎。高見という窃盗犯を捕らえたあんたを見たんだ。7年前は日酔っちまって生きてあんたに囚われた。ようやくで出所して俺がまずしたことは何だと思う？俺の憧れ。お兄さんが率先して話すもんじゃねえだろ。よく一緒に遊んでた。お母さんさらに具合悪くなっちゃって、翔太も面会に来てくれて、夏だけが振り上げた拳を下ろせないでいる。だからあんな面してたんか。ごめんね、いきなりこんな話。ごちそうさまでした。料理とても美味しかったです。俺のメールに送ってもらうよ。ショートとお友達になってくれてありがとう。な、貴様らには早く力をつけてもらう。今後は週末に加え、期末の予習もやらなきゃ。トドロキ君、英語今度教えて。アグレッシブな運転手さんだ。エンデバー、あんたいつからこんなジャリンコ乗せるようになったんだい。ケーってなんだ。マジ？クラマさん、水の白線だ。いい家に住んでるな。彼を離せ。俺よ。7年前ヴィラン名を自称していた。そうそうそうだよ、俺だよ、エンティンキだよ。あんたたくさん持ってた、憧れだったんだ。今度は間違えないでくれ。俺を殺してくれ。あんたノームを殺したろ。生きてんのか死んでんのか曖昧な人生。出ぞ。溜めて放つ。まずはどちらか一つ無意識で行えるようになるまで反復しろ。インターン生バカめ、しきりダウンとエンデバー。俺の中じゃイカレ野郎絶賛継続中だよ。気持ち悪いぜ。溜めて放出。早く俺を殺さねえから、死人が増えちゃうんだ。余量は同じ、やれる。そうだ、やさない。お前の望みは。ああ、そうだ。死ぬかと思ったが、助かった。君だよね、ありがとう。おい、あんた。あ、怪我は？ねえよ。熱い。これっしょ。白線野郎は。違う、ダメだ、ダメだ。完全勝利だ。うるせえ。なんで一回でも俺より早く。見事俺のミスを最速でカバーしてくれた。急に塩らしくなりやがって。離せ。悪かった、一瞬考えてしまった。俺が助けたらこの先お前は。ご苦労様です。後を頼む。今日はここまでにする。全員部屋へ戻ってしっかり休め。まだやれる。かっちゃん、翌日に疲れを残すな。どれほど強く激しい力であろうと、礎となるのは地道な積み重ねだ。この最高の環境で体に馴染ませろ。いきなり追いつこうなんて思ってない。少しずつ、一つ一つ。お疲れ様でした、エンデバー。もしもし、
お父さん、今ショートとお仕事してるんだって。私なんかもう聞いた瞬間ブワーってなっちゃって、お夕飯奮発しちゃうから。自分が家族のために今さら何ができるのか毎晩考え眠りにつく。最近同じ夢を見る。そんな小さな幸せをかみしめるようにして。その食卓に俺はいつもいない。理由はわかっている。あれらはお前とは違う世界の人間だ。立て。こんなもので倒れていてはオールマイトは愚か。ザコ、お前がお母さんを。それしか言えねえのか、てめえは。俺に何も言えなくなってしまうのではないかと。夏を信じなくてもいい。俺はお前たちを疎んでいたわけじゃない。だが責任をなすりつけ逃げた。疎んでたわけじゃない。俺はずっと東野兄から聞かされてきた。来ないよ。俺はショートみたいに優しくないから。それでも顔を出してくれるのは冬美とレイのためだろう。家族に強い憧れを持っている。戻れる、やり直せると浮き足立つ姉さんの気持ちを汲もうと。許せるように準備をしてるんじゃないかな。とても優しい人だから。俺を許さなくていい。許してほしいんじゃない、償いたいんだ。姉ちゃんすごく嬉しそうでさ、思い出しちまう。なんでこっちが能動的に変わらなきゃいけないんだよ。考えてることがある。なんだその姿は。俺の希望が。やめろやめろ。白線塗料を操る個性をブーストか。だいぶ減りはしたが、まだ市場には出回ってる。あんたも気をつけろよ。この数日で二人に狙われてるじゃねえか。そやつこそが元凶じゃ。終焉を招くのじゃ。光もまた消えることはない。あのさっきはありがとう。爆豪だよね。ちげえ。え、色目決めたの教えて。言わねえよ。ダメだ、てめえもくたばれ。ホークス、お前はやはりいい目を持っているようだ。こら噂だね。エンデバーさんあたりかな。エンデバーは僕らを学校まで送ってくれた。この後のことは後日トドロキ君から聞いた話だ。ヴィランに襲われた。大丈夫だったの。ショートたちが助けてくれたよ。ショートが。冬美、ショートと夏男にはすでに話したのだ。母さんが安心して帰れる家を作ろうとしてくれて。もう大丈夫だ。二人の交通の便を考慮した土地に新しく家を建て、そこで母さんを迎えてあげてくれ。主治医の先生から退院の日も近いと聞いている。待って、お父さん。お父さんは。自分が家族のために今さら何ができるのか毎晩考え眠りにつく。妻と子らが楽しそうに食卓を囲んでいる。他愛のない会話で笑い合う。そんな小さな幸せを。そう、彼らを本当に思うなら。お父さんはどうするの。ここに残る。彼らを本当に思うなら、償うのなら。